条市の魅力を発信する西条の西条めぐり。今回は西条っ子の秋の定番郷土料理芋炊きを取り上げます。西条ならではの醍醐味や楽しむコツを取材しました。こんにちは、西条市広報広聴課の日野です。今日は鴨川の河川敷にやってきました。西条市では毎年8月から10月にかけて芋炊きが開催されています。河原にござを引き、お月見を兼ねてたくさんの人で鍋を囲む秋の西条の風物詩です。皆さんすごく楽しそうに鍋を囲まれています。早速お話を聞きに行ってみましょう。徳さんやるぞやるぞやるぞ乾杯。やりおりますか。やりおるぞ。秋の具とかありますか。これお芋ですね。やっぱり、うん、お芋と鶏貝とあとこの肉がもうめちゃめちゃ美味しいです。じゃあ西条の芋炊きのええところってどういうところでしょう。やっぱりねこの鴨川のねあの綺麗なあのね涼しいとこでこの食べさせていただくっていうのがねよいよいええんでね。ほんでまああのここは持ち込みがだいたい OK なんで、だいたい好きなもん持ってくるんよ。僕らだいたいどっちかって言ったらねこのラーメンがいいよ。ラーメンこれ仕上げはラーメンです。うん大好き。これ僕の友達なんかもあのタイヤかねあの切り身で持ってきてね突っ込んでまあ豪勢な鍋になるんですわ。これはまたまあ皆さん来てくれたらええと思うよこれ本当。楽しい気、うん、今日は職場の皆さんで来られてるんですか。はい職場のみんなで来ました。職場からも近いんであのちょっとと思って、はい、全然使われてないけどね。それ何が入ってるんですか。お餅です。美味しいと思います。初めて食べるんですけどうまいです。美味しいです。毎年来られてるんですか。はい毎年来てます。今日はお友達同士で。今日は友達と。鴨川の芋炊きどうですか。開放感があって気持ちいいです。すいません、芋炊き来られるの何回目ですか。ここは初めてです。ここどうですか。すごい美味しいです。ちょっと出汁が辛めなのが後で入れるうどんとかラーメンにも合いそうでいい感じです。今日はご家族ですか。はい、出汁が美味しいって聞いたので来たんですけども本当美味しくて。美味しい。美味しい。いや西条の人にとって芋炊きって欠かせないものなんですね。でも愛媛県内で結構芋炊きってやるって聞くんですけど西条の芋炊きってどう違うんでしょう。西条芋炊き実行委員会の宇佐美会長に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや西条の芋炊きっていつから始まったんでしょうか。はい、もう今年で39回目なんですよ。はい、もう古いですけどね。西条ならではのポイントですとかありますでしょうか。はい、やはり西条といえば名水ですよね。そのお水にこだわったスープ、だしの濁らないだし、これにこだわっております。そして食材が海の幸として取り替え、それを入れております。ロケーションもいいですもんね。そうです、この八道山 の、 あのお山とそれに鴨川の清流、またこの水が青く見えるその青石の上を流れる川、もうこれはもう何事にも変えがたいですね。では最後に PR することがあればお願いします。今もう本当に気候がもう芋炊きに絶好の気候で、そしてまた遠くからお求めになられる方は U パック、それとこの東予の方では郵便局行けば必ず置いております。全国で芋炊きが楽しめるというわけですね。はい、あの全国の皆さんに一度でも食べていただきたいもんですね。はい、西条市では鴨川と中山川河川敷の2カ所で芋炊きを実施しています。アクセスはこちら、ぜひご家族やグループでワイワイしにお越しください。